沖縄県の料理である。トマトベースのサルサをかけて食べる。1984年に沖縄県近町で誕生した。沖縄県内では1990年代から学校給食に採用されるなどポピュラーな料理となっている。パーラーチサトのタコライスチーズ野菜吉野家のタコライス。上、レタス、右下、チーズ、左下、ひき肉、中央。 サルサソース皿に盛った白飯の上に牛ひき肉に調味料、スパイス等を加えて調理したタコミート、千切りのチーズ、レタス、トマトなどを順に乗せたスタイルが一般的だがオリジナルのタコライスは白飯とタコミートのみであった。発祥の店では現在もチーズや野菜などはトッピングとして別料金でベースとなる米飯を チキンやシーフードを炊き込んだピラフとしたものなども提供されている。食べ方の感覚としては、そぼろご飯やドライカレーに近い。通常はトマトベースの赤いサルサをかけて供されるが、大衆食堂や弁当屋ではトマトケチャップで代用されることもある。全国展開している外食産業も沖縄県内の店舗ではタコライスをメニューに加えている場合がある。 1996年にケンタッキーフライドチキンでライスタコスとして同様のものがメニューに登場したほか2004年からは吉野屋2006年からはホッカホッカティン2007年からはスキヤでも販売されている春に販売終了また変わったところではモスバーガーも店舗限定ではあるがモスのご飯メニューの一つとしてタコライスを販売していたなお レシピサイトや一部飲食店、タコライスの元等で、レッドキドニービーンズ等の豆類を入れた、ソース感が強い、チリコンカンを乗せてタコライスとして販売しているものも、出てきたが、沖縄のタコライス販売店や、沖縄ハム総合食品社や沖縄ホーメル社といった、沖縄のメーカーが製造する商品では、このような、タコライスは見かけられず、タコライスとして発祥した沖縄では、 厳密に味や具材、食感が異なる。ただし、語源ともされる、タコスの発祥地メキシコでは、タコスがそもそもコーントルティアに、様々な具を巻いて食べるものであったり、タコが軽食を意味するため、厳密に、タコライスと称せるかは企画などもないため判断が、難しい。タコライスが、初めて提供された、パーラーチサト。 2015年6月29日に閉店した。タコライスは沖縄県近町キャンプハンセンのゲート前に広がる飲食店街にあったパーラーサ里の創業者、キボ松造の公案により1984年に誕生した。もともとはバーを経営していたキボ松造であったが、変動相場制の導入により、緊縮傾向の見られた海兵隊員たちを見て、より安価で、 ボリュームのある食事を提供する事業への倶替えを検討。犬きの物件を見つけたことを機に、バーで人気のあったタコスをご飯に乗せたメニューを提供し始めた。もともとは、店員の賄い食だったという説もある。パーラーチ里で好評を博したタコライスは、後に、チェーン展開することになる系列店のキングタコスを通して、沖縄本島各地に広まっていった。 タコスは、英語では、タコであり、タコライスは、タコスの具を乗せた飯という意味である。沖縄県内においては、ターコ、ターコウートより、原音に近い金表記を採用している店も、少なくない。なお、漫画、大使閣下の料理人に、タコライスは1964年に、沖縄の女性と、米軍兵士が協力して生み出した料理だという、エピソードが描かれているが、 これは作中におけるフィクションであり、単行本収録時にはその胸の断り書きが、乱外に付与されている。国際通りにあるタコライスのネオン看板を掲げた店舗。ありがとうございます。